たね、バンダイアズマスカイラインっていうか、やっとでね、なんか慣れねえやべくねくねみじ、久しぶりだ。よし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 、前後誰もいなくなった。お久しぶりです、お久しぶりです。やっとやっと乗れたよ。いやー、2年半ぶり。あ、ここ5時で閉まるのね。 OK、 2年半ぶりにバイクで県外に出ております。あー、長かった。あの2年半前か、2020年の5月ぐらいか。ウェーイ福島ボンボンチ。2020年の5月ぐらいに、あの車で青森に行く動画を上げて以来、行って帰ってくる動画か、道の駅に、下道使って道の駅にあっちゃこっちゃ寄った、あの動画以来2年半、沈黙を破ってあいつが動き出す。いやー、ほんと SNS とかも全く更新してねえから、俺死んだと思われてたんでねえのかな、本当に。まあごく一部の人だけはあの DM とかもらって、生きてますねっていうやり取りはさせてもらってたんですけど、バイクに乗んねえから何もツイートすることもねえし、インスタに上げることもねえし、まあプライベートなことを上げりゃいいんだろうけど、別に青森行ってイカ食いましたとか、正直なんかこのチャンネルの趣旨とだいぶ違ってくるなと思って、まあ気にしねえでやればいいんですけどね。こうしないといけないっていうルールはないので、でやっとやっと青森に行くのも落ち着いて、落ち着いてといってもまだ行くんですけどね、行くんですけど、前見たく月に2回ぐらい行ったり来たりしてたんですよ。仙台青森、仙台青森、まあ岩手に行ったりとか秋田に行ったりとか、青森だけではないんですけど、1回仙台出発しちゃうと1週間から10日、まあ、な一番長くて16日連続で仙台にいなかったっていう月もありましたね。忙しい時は帰ってこれなくて、だって帰ってきてもまだすぐ行くんだったらずっといた方がいいやと思って、なんか青森でレンタルバイク借りようかとかいろいろ考えたことはあったんですけど、バイクの装備持ってくのめんどくせえなと思って、ただでさえ仕事の道具があるのに、ちょっとヘルメット持って、ウェア持って、ブーツ持って、グローブ持ってって、ちょっとなーって。まあ車が、あの車の動画見た方は分かる通り、ボッチ号はハイゼットカーゴという軽自動車なので大して積めないんですよ。ここそうそうそう、ああいうハイエースみたいなやつだったらたんまり積めるんでいいんですけど、ちょっと仕事柄ハイゼットカーゴの方がちょっとやりやすいなっていう部分あって、あえて、みんなに言われますけどね、そんな車で仙台と青森往復してたら疲れっぺって。いや疲れますよって、疲れますけど、ウェーイウェー、あ、いいねやっぱり、久々にウェイ言うと、あ、ちょっと話脱線しました。疲れますけど、現地に行ってのフットワークはもうハイエースでは勝てないんですよ、ハイゼットカーゴには。車止める場所しかり、小回りしかり、現地で動くのはハイゼットカーゴで、往復はハイエースが良かったなっていう、まあ贅沢な悩みですけどね。どっちを取るって考えた時に、往復ってノンストップで青森まで行ったって4時間ぐらいなんですよ、仙台から4時間切るぐらいかな、八戸だと。青森市だと4時間超えるけど、それだけなんとか我慢すれば、あと現地に行ったらもう下道はもう圧倒的にハイゼットだからね、今100キロ以上なんてかっ飛ばすことはまずないですし、いくら田舎道でも、いやもう軽で十分っていう、ほんとどこでも止められるし、まあさすがにこういうとこではちょっときついけど、例えばこういうとこね、まあまあこれハイエース止められるけど、こんだけあればちょっとしたところで止めても周りの迷惑になりづらい、なりにくい。ハイエースとかこういう片側1車線の道路で路駐するともう1車線潰すじゃないですか。
なんでこんなとこ止めてんの。おえい、うい、あ、西から日当たってるから今ここが日陰で、標高 1000m、 ここが日陰で向こうが日向になってるから、そういうことか、スポットライトが当たってるような感じになってるんだ。あー、なるほど、夕方来たことはないからそれはそれでいいね。これ今動画見てて思った、なんでそれに触れないのって思った人いると思うんですけど、ここになんか映ってますよね。これ今ちょっと休んでる間に仕事頑張って新しいアイテムを手に入れました。インスタ360っていうカメラです。え？インスタ360？どっちでもいいじゃないですか。360度撮れるから360っていうのかな。インスタ360っていうカメラを今後ろにくくりつけてるんで、こう後ろから撮影してるかの感じでこれ今映ってると思うんですよ。でこれくるくるって360度全部撮れてますからね。だからいい景色の時にこう見てウェーイとかやる必要がないっていう。まあそうすると俺のこのヘルメットにつけてるカメラが悲しい、いらないじゃないかっていう。まあでも音声ね、音声はこのソニーのヘルメットにつけてるアクションカメラで撮ってるので、音声とどうやって合体させんだろう、この360度のカメラの画像は。全く分かんねえけど、とりあえずあの編集する動画も何もないから、撮影しないことには何も始まらないので今撮影しております。なんかちょっとこう薄暗いっていうか日に当たってない感じってこんな感じなんだ。おい、素晴らしいね、やっぱり。あ、おばあちゃんも景色見てたの。 1200m。 いや、大型さまさまだなこれ。おい、ここまでは景色がいいところ、景色がいいところ、抜けがいいところか、抜け景色が、抜け景色、なんだその言葉。ブー、相変わらずだね、すげえよ。すげえ。ああ、なんかいい感じに見えるね。この向こう側に西日が当たってこっちが日陰になって、暗くなってる感じも悪くないね。そして街が照らされてるっていう。西日だ、西日ゾーン突入。あー、マジ、お、はっきり見える。ガスもくもく、ガスもくもく、バスガス爆発見て、ガス爆発、ガス爆発見て、白爆、ここは言葉いらんでしょう。うわー、ゆで卵の匂いが。風
山性ガス。駐停車禁止ってやっぱダメなんだね、ここ駐停車しちゃ。お久しぶり来たよ。おーすげー、あ、なんか幻想的にもく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 って感じ。1500m 上がってきたね。もう平気でセンターラインカットだな。まあこんだけ交通量少なかったら車ねか。いやー、西日まぶしい。あれでもあんなに出てたっけ、ガス出てるよね、結構。あー、積雪棒がもう立てられてた。いや、何回見ても最高だね。うん、上がってきた。あ、もぐもぐなんか増えてんのやだな。なんだよね、ちょうど平。おい、一回も寄ったことね、あそこに。ちょっと気になるね、黙々が前より増えてる気がする。いや、こんなに前後車がいない状態で走れるんだ。あ、すげえ黙々だ、あれ。ある意味黙々ランドだな。